どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。っていうようなわけで、金と銀の、ワンコ像、手に入れましたんで置きます。金のワンコ像を置いて、で、ここに銀のワンコ像を置くと。すると、おい、ここで開いてほしいな、ドカーンと、大きく。さあ来い。銀のワンコ像、金のワンコ像。なんか銀か金かみたいな。お!あれじゃないか?メダル。ま、あるぞ、真ん中に。ついに来たか。でも怪しいな。なんか怪しい。でも木々なんか、草が生い茂ってるって今まで誰もなんか踏み込んだことがないみたいな感じでいいよね。調べる。これじゃない?クンクンマスターのメダルを手に入れた。よし!うん。早速タオのところに戻って報告しようぜ。うん。やったぜ。ようやく見つかったよ。さあ、話しておくれ。どんな冒険をしてきたのか。いろいろあったんですよ。そう、ウカはタオに話を聞かせました。ええ、まったくお前は大したワンコじゃな。お前さんのような弟子を育てたことを感謝しておるわい。そして今こそわしは喜びを持ってクンクンマスターの称号を授けよう。やった、私クンクンマスターになりました。おいえい、アイアンクンクンマスター。ついに待ってました。ついになりました、クンクンマスター。話したいことがあったかの。わしは可愛い頃、若い頃、クンクンマスターだったんじゃよ。じゃが、自ら招いた事故で、大切なものを失ったのじゃ。嗅覚、つまり匂いを感じる力じゃな。クンクンマスターとしてのわしはそこで終わった。じゃからわしは育てることにしたのじゃよ。次の世代のクンクンマスターを。こんなに嬉しいことはない。いや、そんなことはないですよ。さて、お前さんの探す伝説の花じゃが、ペペンの園にあると言われている。そしてクンクンマスターのメダルがあれば、だんだん洞窟を抜け、ベベンの園へ行くことができるはずじゃ。さあ行くのじゃ。ありがとうございます。さあ、ついにクンクンマスターの称号を得て、さらにちょっとせっかくなんで、うん、ご褒美をいただきましょう。で、さあ話しておくれ。うん、まあいろいろあったんだよと。はい、あ、これは同じか、さっきと。うん、よく修行に励んだものじゃ。何、さっきとちょっと違う。おー、段位が上がりました。あ、それか。確かにずっと上がってなかったもんね。おお、マックスまでいった。うん、すげえ。急に上がりました。これありがたいわ。じゃあ一旦ちょっと帰ろう。うん、村に。あ、村でもいいし。あー、どうしようかな。宿屋でいっか。じゃあちょっと、ほい、ボリス、クーン村。うん、はい、オッケー。それでいいのかい。オッケーです。クーン村の宿屋でちょっと体力を回復しましょうかね。もう満タンだし、アイテムももう使わねえだろうな。結構たくさん買ってきたつもりだけど、そうでもなんか、もう意外と罠はなくてよかった。うん。で、ここかな。宿屋はワンコのお家、違う、ワンコのお家。うーん、どうだ。宿屋これか。宿屋は、おい、宿屋入ります。そして、この中にいたね。はい、どうも。ヒルデガルド。1カプーかかりますが、止まっちゃう。ゆっくりお休みください。お休み。それでちょっとアイテムを、まあちょっと軽く整理していこうかな、最後。うん、おはようございます。またお越しください。はーい。じゃあ、しまうで。結構体力、あれですね、なんか、回復しま、やっぱり、うん、回復幅が広がってよかったね。で、よいしょと。これぐらいありゃいいでしょうね。整頓して。よし!それじゃあ最後、行きましょうか。ペペンの園へ。いやー、もう長かった、ここまで。行けるんだよね。だんだん洞窟。行きます。これでだから最後、もう、みんな幸せになって。で、あとは妹の病気さえ治ればもう、言うことなしなのよ。頑張ります。蛇がいるけど、ここはもう力押し。いきなり。じゃあ行きます。はい。じゃあメダルをはめましょう。頼む。開いてくれ。この後に及んでメダル割るなよ。それだけは避けたいけどね。長かったここまで。俺の道のり。ん?なんだ?今、あ、気のせいか。おー、今一瞬なんか綿毛みたいなの見えたけど、気のせいでした。輝いている。おー!
すげえ。後ろがなんか壮大なことになっている。おお。水位が上がってきた。あ、泳いでいけってわけ？そういうことだよね、つまり。行こうか。この先にゴールがあると。行きましょう。そい。勢いよく飛び込むかと思ったら結構優しめな。お、明かりが見える。うおー、ベベンの園。ペペンじゃなかったね。ベベンの園。うわー、すげえ。他の花の匂いが強くて伝説の花と区別できねえな。とにかくクンクンで試してみれ。うん。うわー、立派な感じだね。お、まだまだ、待って、嗅いだことのない匂いがあるぞ。一応ゲットしておこうか。この後に及んで敵いねえよな。それ勘弁だぜ、もしいたら。なんだ、ブーゲンビリア。ブーゲンビリア。うわ、すごい。あ、いろんな花あるな。あ、あんま感じたことない匂いがある。こっちだ。ここら辺？ここ、来た、ここだ。なんだ、スミレ。ほう。あ、あった、反応あった、反応あり。こっちの方向だ。近い。意外と端っこじゃねえか。よし、ここだ。来た。伝説の花のかけら？ほう。本体がどこにある、どっかにある。同じものが2つあればはっきりです。オッケー。頑張って探そう、このまま。もしかしたらまた新しい花もあるかもしれないし、それはそれで。来た、近い、反応。俺の花がブンブン、プンプンするぜ。来た、ここだ。二つ目。おっしゃ、あと一個。うん。あと一つあればはっきりと場所を突き止めるはず。どこだ、一体。魚釣りもできる。まあ、今はいいや。うん、また今度ね。あ、嗅いだことない、また花の匂いが。するぞ。こっちか。ほい。なんだ。おお。ほおずき。あ、あれか。知ってる、ほおずき。一応。あと一個どこだ？ここら辺じゃないか。あ、結構大変だぞ、というかさ、あと一個探すの。まだ探してないところだよね、多分。ここらへん、ここいらはもう探したか。まあ、クンクンでちょっと行くしかない。あ、おっと。まさか、かけらが水の中にあるわけはねえよな。まあ、それがフラグにならないことを祈りますが。こちら辺は来たか？あー、でもまあ、匂いねえな。あ、来た！あるあるある！ここだ！よし！来た！よっしゃー！最後の花のかけら。これで伝説の花の匂いがわかるはずだぜ。伝説の花の匂いを覚えました。ついに。さあ、どこだ？感じる？クンクンマスターになった俺の、お！これか？やった！ついに見つけたぜ！あれが伝説の花にちげえねえ！やった！ついに見つけた伝説の花。でもなんかちょっと元気ないように見えんな。これは偶然？そういう花なのかな？やっぱ元気なさそうだね、ちょっと。枯れてん、枯れちまってる！やっぱそうか。なんかそういう下を向く花なのかなと思ったけど。マジか。どうすんのこれ。こりゃ一体どうなってんだ？ウカがクンクンマスターになって妖精の木も大きくしたのに。そうだ、妖精の女王様なら何か知ってるかもしれねえ。妖精の女王様に話を聞きに行こうぜ。そのためには原っぱ草原に行くんだ。でけえ木。はあ、なるほど。じゃあちょっと行ってみましょう。急いで。そんな、枯れてんのか。勘弁してよ、この後に及んでないんがまだ必要なのかい。俺もなんかちょっとエンディングに向かう気持ちでいたんですけど、そういうわけにもいかねえのか、やっぱり一筋縄じゃいかないと。見せるね。行きましょう。でも最後はやっぱ原っぱ草原っていうなんか、原点回帰みたいな感じ、ちょっといいですよね。さあ、急げ。うぇ。ちょっと蛇怖いけど、もうダッシュで。もう今更体力気にしててもしょうがない。よっしゃ、ナイス回避、俺。匂いは、ああ、関係ない。大丈夫。うん。スターフラワーかなんか、違う、スター、なんだっけ。スターフルーツだから関係ねえや。
も持ってるし、さあここで一気に原っぱ草原だから、とりあえずはだから、うん、ワンコ村に戻ろう。はい、うん、今日は1カプーで、ワンコ村に戻ります。オッケー、これで最後でしょ喉が失礼しました。さてさて、ワンコ村、はい、用があったりしても声をかけてくれ、ありがとう。さあ原っぱ草原行きます。ここにあるのかな、最後のでかい木っつってたよね。のどうだ、あ、なんだ、おお光ってる、露骨に光ってんなあああれがその木なのかな。まあ、光ってくれりゃこちらとしても見つけやすいってもんで、草原の真ん中にある大きな木にタッチすれば妖精界に続く洞窟に入ることができるぜ。なるほど、準備ができたら、まあ準備はとうの昔にできてるぜ。俺は行くよ。準備なんざ最初からできてんだよ。行くぞ、とうタッチ。その大木に触れば妖精の道に行けるぜ。妖精の道、ほう、ああ簡単には戻れねえ。準備はワープする、はい。もう俺は恐れ、もう大丈夫、必ず戻ってくるさ。ちょっと待ってね。さあ、あれ、これは、あれ、この子はかわいい、今の、え、何？なんだこれ、イルカ？イルカじゃない、なんの？一角？え、なんだなんだなんだ？うおお！うわわわわわ、なんかえらいことになってきたぞ、おい、ちょっと。海洋画的な？ちょっとやばいよこれ、ちょっとみんな一旦退避しないよ、危ないぞ。ちょっと待ってね、一体何があって簡単には戻れないって、戻る場所がえらいことになってるってこと。ありゃー、ソラクジラじゃねえか。ソラクジラ、ソラクジラっていうのは妖精の国にしかいないおとなしい生き物だ。こんなに暴れてるのは初めて見たぜ。何かとんでもねえことが起こってる。こりゃいよいよ妖精の女王様に会って何が起こってるのか確認しねえと。行こうぜ、ウカ、急ぎましょう。一体何があったのか。ゴー、いやー、ちょっとなんだよ、妖精の国でもえらいことになってんじゃねえか。何何何、もうなんかそんな脅威は排除したつもりだけどね、いろいろと。まあそんな脅威という脅威はなかったんだけど、おお、妖精の道ってのは、まあ、道を行かなきゃいけないんだ。なんかあるんだろうね。妖精の道。はい。あ、すごい。ああ、簡単にたどり着けねえよ。あちこち仕掛けがある。はあ、なるほど。どんな罠があるか詳しくは知らない。わかりました。大変だな。またいろいろあるのか。じゃあちょっと頑張ります。まずは、敵はいねえな。あ、セーブポイントがある、一応。あ、待った、これ、体力回復の、匂いがする。回復アイテム。薬草もあるんだ。ちゃんとくれるんだ、それは。あー、一応、まあ、じゃあ、これ、調べるだけ調べて何があるかちょっと分かってから、あの中入りましょうか。ワニがいるけど、ワニの先に、なんだこれ。仕掛けってのがこのことか。はぁ、あ。足を踏み出す先に、のやつが崩れる。ってことは何かヒントがあるはずだな。これと、これ、ちょっと、まあ、ワニ怖いけど、しょうがない。でも、いけねえな、これ。あー、出ろ出ろ出ろ、襲われるぞ。登る場所がないとな、ちょっと、あれは、まずいよ。ここは、だって全然関係ないもんな。あー、なんだこれ。ちょっと結構、謎がありそうですな。多分、あれ、登れる高さではないから、諦めて。まずは、その、ちょっとなんだろう。薬草とか手に入れるだけ手に入れちゃいましょうかね。
これから何か大ダメージを受ける可能性があるっていうのは分かったんで。どこだ？近いな。来た、ここだ。はい。ほい。まずは薬草。そしてもう一つあるんだな。結構近場に。あ、え、すぐ近い。ここだ。違う、ずれた。ここか。はい。オッケー、ポータンの薬。これで体力は結構回復しやすくなりましたね。とりあえずしまうで、しまえるもんしまっちゃおうかな。アイテム。まあ、といってももうあんま、うん。これか。ほおずき。すみれ。ブーケンブリア。だけかな。あとはまあ、体力回復アイテムとかばっかなんで、大丈夫でしょうかね。よっしゃ、というわけでね、じゃあ次回行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。